スの準備に響いていつもやれてるディフェンスができなかった。逆に志賀さんに先に準備されてタフなディフェンスをずっと40分間続けられたので、もちろん、そのあたりを見直していきたいと思ってます。ご視聴ありがとうございました。あんまり調子良くないなっていうのは分かってたんですけど、その調子良くない原因がはっきりしてたので、まあ、ちょっと、まあ、コンディションというかやっぱりそのかばってやってたところが影響してるのかなっていうのがあったので、折れたとこがどうこうってわけじゃないですけど、テーピングぐるぐる巻いてるじゃないですか。だからやっぱ変な動きがちょっとやっぱいろんなところでかばってるというか、無意識で足首痛くなって、膝の裏痛くなって、股関節痛くなって、腰張ってきて、肩甲骨重くなってみたいな、左半身がもうなんか全部影響出てて、やっぱり開幕戦すごい本人もパフォーマンスすごい良くて、数字としても現れてたし、本人も納得してたのかな、まあいい感じだったと思うんですけど、まあだんだんあんまりこう本人も納得いかないというか、いろんなところに痛みというか違和感を感じ始めてたので、まあ、根本的にはあそこの指の骨折している部分のが影響して体の不調というか、まあ、やっぱり足の指なんて親指側なので特に、まあ、一番選手がこう荷重かかるというか気にする場所なので、どうしてもそこをかばってる動作っていうのはあったっていうのは間違いないと思います。やっぱりやりながら治すっていうことを覚えないと、もう年齢も年齢なので試合の感覚とか離れちゃうの怖かったし、まあできないわけじゃなかったからっていうね。取り戻さないと、ここから。優勝するために、僕はこのクラブに入団することを、決めました。サイズアップはできるとは思いますし、まあ、もちろん攻撃面もそうですけど、ディフェンス面のところでもチームにプラスに、なるというか、一つ強みとして、このことを使っていただけるようには頑張りたいとは思っています。自分をこう高めていける、もう一つ二つビルドアップできる環境が揃ってますし、本当に試合での集客ももう いつの間にみたいな、はい、飛び方してるんで、ああいう中で試合できるっていうのはプロとして嬉しいです。僕がポッと入って、そこから作り上げなきゃいけないんで、そこの焦りっていうか、そういうのがあります。チームの練習の一つ一つのシューティングとかでも、
決めなきゃいけないっていう自分に与えてやってるんで気張ってますよ。特に馴染むために何かしようとかはなかったですね、うん、注目してくれることはすごいありがたいことだと思ってたんで、まあ、やっぱ2人ともこういろいろ経験したものをやっぱ還元してくれてる部分はすごくあって、経験豊富な選手っていうか、やっぱずっと他のチームでも試合出てたって有名な選手なんで、まあ、若手の僕たちからしたら積極的に声かけてくれるのがありがたくて、チームの雰囲気とかもだいぶ明るくなったんで、優斗も要所要所でなんか声出してくれるし、一人一人がそういう意識持ってくれてるっていうのが一番。どうしたっすか？指が取れました。なんか当たると当たるっていうか、足つくと来るっす。全然今日も10人で戦うけど、okay. まあ、ユウトとクマの分までね。 Alright, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Hard one, two, three! One, two, three! Hard one! さえ動きはなんとかなる。いきますよ、多分。いきそう。はい、以上。